安倍総理大臣はヨルダンとの首脳会談でシリア難民への支援などを表明しました安倍総理は中東の安定に積極的な役割を果たしていく考えを伝えましたヨルダンは内戦が続くシリアからおよそ130万人の難民を受け入れています安倍総理大臣はムルキー首相との会談でシリア難民の受け入れ地域へのインフラ整備などにおよそ 16億円の無償資金協力を表明しましまた。さらにアブドラ国王との会談では引き続き北朝鮮への圧力の維持が重要との考えを伝えました。